こんにちは、ブルーホースです。14年目やっていきましょう。桃鉄100年後に破産する社長、ブルーホース社長でございます。トゥートピックスです。ブロス入る。また味噌パンありがとうございます。柔らかいフランスパン、フランスパンはどう？みんな柔らかい方が好き、硬い方がいい？僕は断然硬くて太くてたくましいのが好きでございます。他の県で味わえない群馬県だけの味です。4300万、群馬県に行ったらみんな私に4300万20万円を献上しておくんだもし。さあロイヤル EPX で速攻でゴリ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 近づいてくるよ。まあ調子に乗ってるね、あのうちにね、どん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 ね、もうどうせこっちね、借金まみれのね、あの惨めな、惨めったらしい人生を送っているね、あの帰省しなきゃ生きていくことがで、ね、新幹線周遊だと大切にして、なかなか最寄りカードが来ました。はい、なんか一気にこいつ運回ってきてない。マジで新幹線周遊まで手に入んの。うわ、え、何、128、その128、何、あー、なんか しっかり2150万の収益は手に入ってますね。で、私41億でございます。ありがとうございます。で、あと3マスなんだよな。あと3マスなんだけど、持ち金、ちょっと待って、あいつが持ち金いくらなんだろうな。持ち金はゼロにしてやりたいんだけど、はい、ごちそうさまでした。またのお越しをお待ちしておりまーす。私が一番でーす。盛岡だったら何が有名なんだろうな。牛タン？でも岩手でも、岩手イコール牛タンとかって、違う、うん、そうだね、そうだね。はい、3連6一番乗り。ということで、はい、一気に52億になりました。スペシャルカードもありがとうございます。そして、陽気日さん、まだまだお旅をお楽しみくださいませ。ということで、100×12 ってことはさ、100年 ×12 でしょ ?1200 ヶ月過ごすわけじゃないですか。1200ヶ月過ごしていったらさ、さすがにさ、全部のなんか、物件を買い占めるとか、あるいは全部のなんかそのゴールになり得る土地全部行けそうとか、そういうのなかったりするのか。てかさっきから来たばっかりなんだけど、わー、貧乏人の考えることだよね。ちょっとずつ近づいていこうかなって、なんかすごいしょうもないこと考えてやがる。あれ、なんでそっち行った？何をしたいの？君がすべてさ、はい、お金だけ払し、はい、どんどん借金、あ、借金生活してんだ。収益もないから、あの、てか借金がでかすぎて、128カードは128カードになった。ちょっと待って、どういうことだ。128カードって何なんだ。だから煩悩の数ではない。根室と、マジか、根室そんな遠かったんだ。へえ、まあそういうこともあるよね。ってことで、近づきましょう。これ大網でいいのかな、大港なのかな、どっちなんだろう。その網という字さ、角という字がさ、すごいこうなんか、分かる人と分からない人とか、なんか、ちょっと待って、あれ、根室だったよね。あれ、根室、こっち方面。あ、飛行機飛べってか。飛行機飛んだら面白くないんだよなぁ。ということで、新幹線カードと、あ、刀狩りカードいいなぁ。あ、刀狩りでロイヤル EX パクりましょう。いいです。あー、で、一気にあれか。あ、でもスペシャルカードもな、近づくってやっぱ必要だからなぁ。よし。オッケー、やめましょう。オッケー、1億2000万円でーす。ごちそうさまでーす。ということで、こっから新幹線周囲をゴリゴリゴリ。あ、でもこれ俺の方来るんじゃないか。俺になすりつけてから行くんじゃないか、こいつ。なんかそんな気がしたけど、気のせいだった。無視された。悲しい。虚しい。ということで、新幹線周遊で、偉そうになんかブイ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 言わせているやつがいるんだけど、そんなことは全くもって関係ない。私があなたのカードを奪い去ります。こっから行くってなったら、やっぱり飛行機行った方が早いのかな、みんなもね。とか、みんながどんどん近づいていってる。どうしよう。もう一回星飛びへ使った方がいいのかな。俺の土地で何をしている貴様、独足で組み込んできやがってバカる。刀狩りで奪います。ブロス社長、トヨタミードシャー、1588年、はい、カード募集しましょう。どのカードを奪いましょうか。ヨーキーさんから、カードいただきましょう。どのカードいただきましょうかね。ロイヤルディックスでございます。てる、あ、もう一枚どうぞと言ったら、トーシャルラ、あ、いただいて帰りましょう。ひょ、それは、新幹線周遊でございますね。新幹線周遊を手に入れて持ちきれないから、そういう場合は、スペシャルは、とりあえず1枚でいいかな。特急周遊はまだ手に入れてればいいから、うん、スペシャルは、タダで手に入ったカードだしね。オッケー、ほぼタダで手に入れてんだけどさ。ありがとうございましたラッキーバーガー。今の僕の人生と全くもって同じでーす。みんな大好き、I love you!ほほスリスリしみすりすり合わせてみこすりハンデ果てる。さあちょっと待ってね。ただ35マスなんだよな。35マス結構飛んだよな。かわいいお孫には、あ、5倍の金額。また借金生活。買ったところなのにすぐに売られてしまうね。買ったやつをすぐ売らされるっていうね。もうかわいそうでしかないね。さあ、ちょっと待って、104は103になった。はちょっと全くもって意味がわからないんだけど、どういう仕組みなんだろうね。よし、オッケー。ちなみにこれあれかな、使ってる分はちょっとマイナスにさせられちゃうとか、そういうオチなのかな。まあ。じゃあね、これね、もうちょっとね、じわじわと近づいていこうかなと思ってて。というのも、じわじわ近づいて、いっと、ありがとう！2億！56%！
俺に怖いものなどなーさあじわじわ近づいてくださいなーさあでこれでたどり着いてそうそうそう道が分かれていけばそうそうそう道がああしかもここで特急手に入れるのかマジかそう道が分かれればそれ右から行って左から行ってっていうのでロイヤル EX でぶち抜いても全然怖くはないんですよなんかこいつに普通のカードで抜かされるのがマジで嫌だあ何進んだミスにどん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 あれ減っていくっていうオチなのかあなんだなんだなおかえりなさいませ福沢諭吉さんどうぞあなた全世界にあの散りばめられているあなたを全て私にくださいなあ、ちょっと待って、なんかあの、普通に根室を通り越していくマス数が出てしまったんだけど、これどうなる？ちょっと待ってね、このまま貧乏人を引き連れていくことが大切なのか、ちょっと待ってね、根室にこのままスッと止まれるかどうかをちょっと確かめたいんだけど、根室どこや？根室に行くことはこれっぽっちもないから、とりあえずちょっと遠回りしましょう。遠回りしていって、あと5、あと5で、マスゲ、マスゲが、マスゲーで止まれるのか。マスゲーだけ？あ、でも砂川もあるな。でもここはやっぱあれだな、マスゲー行った方がいいのかな。多分マシゲなんだけどね。ボタンゲビ、あ、ボタンゲビ量か。ちょっと待ってね。やっぱ得の方買った方がいいもんな。いや、ここはちょっと、こっち買いましょう。やっぱ水ダコ食べたいよね。水ダコって確かめちゃめちゃ高級なタコじゃなかったっけ？なんか大きくてさ、で、しかも肉厚で結構うまいみたいな、そんなタコじゃなかったっけ？まあいいよ。ゴールできるもんならやってみなさいよ。別にいいよ。構わないよ。はい、特急でちょっとでも近づいてさ、はい、ゴールおめでとう、おめでとう、おめでとう。12、あ、無理なんじゃない？あと2マス足りなかったんじゃないか？はい、通り過ぎてください。だから人の、おや？おや？おや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 ？まさか、泣きつらに 8?正面ぶっかけられ。あ、これさ、あれか、通常だと売ることができないやつも、物件もぶっ壊してくれるっていう、そういうあれだよね、確かね。あれ、これ初ターンからやってくれるんだっけ？あ、ありがとう！さようなら！ニッチクバーだけ！独占崩れて1億6000ポーン！いいですね、いい。いいですね。いやマジでここでデストロイされたら俺がただデストロイされるだけなんだよ。もうこいつらもうただの貧乏人で何もさ物件とかも持ってないからもうマジでデストロイするところがないんすよ。うん、だから俺がデストロイされるだけだからね。あー90、なるほどね。だから全部それを消化しきるまで100、128の煩悩の数すべて消化しきるまでやらされるっていうことですね。オッケーオッケー。ロイヤルイエス。人からもらったやつはとか人からもらったやつってさ、なんだろう、シンプルにさやっぱたどり着けないのか。こんだけ近いとなぁ。ちょっと、とりあえず近づいていこうか。こっちで、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これなんか見たことない。陸別。あー、天文台いいな。天文台は好きなんだけど。そう、あのね、意外とね、手持ち使いすぎてお金がなくなってきているっていう、そういう事情もあるんですよ。鮭漁。鮭と、じゃがいも畑。5% と、ごめんごめん、ちょっと見比べてくる。あー、だったら1億の 5% にしようかな。このくらい近づいて、うわ、くる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 、めっちゃ回った。うわー、エルル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 ル。おめめ回っちゃいました。オッケー、25箇所。今買い占めたばかり。さあ、果たしてこいつはゴールにたどり着くことができるのか、それとも、俺になすりつけてくるのか。あ、なすりつけに来やがったなー。しかもそっちに行くんかー。いやー、これはちょっと新幹線周囲を使って、だな。帯広。あ、着いただけ。何にも起こらない。ほんと。寂しいだけの人生ですね。ちょっと待ってね。これでたどり着くことは、できないのか。できないってことは、やっぱりこいつになすりつけてから、こっからさ、果たしてどこに行くことができる？旭川。あ、動物園を開始も。あ、これなんて読むの？足寄り？オッケー、いいでしょう。てて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 。足、あ、なんて読む？あ、なんて書いてあった？足寄ろ？足によろしく、ブラックジャックによろしく。お、なんか立件を買ったってことはこれでお前には100億をプレゼントじゃーつって。500回記念かな。ありがとう。ぴったり大事に使うのじゃー。ぴったりのカードん、ぴったりカードだったか今。ぴったりカード、ぴったりカードって何？他の誰かとぴったりと重なることができます。いや今別にいらないっすね。重なりたい誰かとはいないですね。みんなが俺に重なりたがってると思うんだけど、俺が重なりたい相手はいないんですよ。残念でしたね。はい、ということで、さっさと物件をどん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 。うわぁ、ここで冬眠カードかー。ちょっと待って。ここで寝かされたらクソめんどくさいことになるんだけど。うわぁ、ぐる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 。
しいたけ、にんにく、にんにく、桜もにんにく、これなんかえぐいんちゃう、おいー、レイ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 、これで総額10億マイナス。ざーまあねーなー、本当に調子に乗るからそういうことになるんですよ。やっぱ人生調子に乗ると謙虚に謙虚に生きていくっていうことが大事なんですよ。そしてお前なんでゴールに向かわずにプラスを向く、本当にゴールする気ある、勝つ気ある、新幹線周囲で。さあ15、16、ちょっと待って、16、待って、ギリたどり着けないのか、つらいな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、なんか買うことができる物件はないのかな。そう、でも今あんまり金も、あ、でもなより買える、ここまで行っちゃうなよろか。あー、よしよし、買おう。圧倒的豪遊、豪遊、ありがとうございます。華麗なるブルオス、ギャッツビー、イエーイ。なになになに、独占物件が25件超えた、トータルで30件超えたとか、50件あった、農林物件、農林水産省大好きでございます。そのためにはカードよりもお金プレゼントじゃ、ありがとうございます。神様大好き、愛してる、そのおひげを私が櫛で解いてなでなでして差し上げますよ。社長の皆さん、12月最高の、あの観光からなんか出てきたぞ、ただのマリモちゃんと思ったら下半身が生えてるマリモ、どんなマリモやねん。マリモーン、空にち、え、銀河鉄道カード、ベビーキラーカードって、乗っ取りカードって、みたいな、リニアカード、次の銀次か、はっ、あ、なるほど、あかん、急げ、マジか、急げ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 、こいつやる、こいつは絶対何かやろうとする。あー、魔王終わり、お役ごめんですか、しょうもね。いや、アカン行きたいな。今、ゴールよりもアカンに行きたい。ガンに行くのは、ガー、寒いって、12月やからだんだん寒くなってきたって、季節が。やばいやばいやばい。23、だんだん、あのね、あの、遊びすぎて、どんどんゴールが遠のいていってるのよ。で、21、あ、またギリギリ足りないんでございますね。アカンに行くことはできるのかい？アカンに行くこともできなーい。しかもこれさ、これちなみに、こっち行くのが正解だよね。こっち行ってさ、ちょ、こっち行って、これさ、そうすると多分、ぐるっと回るんでしょ？こう行って、こう行って、こう行って。これでもう一回突き直す。あ、突き直すね、突き直すね。オッケー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 。ちょっと待って、じゃあ、こうして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 。あ、でも、そっか、どちらにせよ、あと行きますか。ここはちなみに。まあ、たまには行くか。もう知れとこじゃないじゃん、ここクリオネ、え、もう予想つくわ、絶対冬眠するやん俺ですよね、マジでここで寝んね、寝ない寝ない、おはようございます、私不眠不休で働きますんで、24時間働くぞ、頑張るよ、社畜になるよ、ゴリゴリの社畜になりますから許してください。ジャージャー麺が4300、もうちょっと4億レベルにならないともうはしたがれなんだよね、マジか。しかもこれってさ、あ、寝てる間はつけられないとかそういうオチなのかな。ウルリンウルリン、売れるやつがないの、うち出ちゃう、しかもここで閉じやがった、マジかよ、ここで閉じんのか、しかもまあどうせ俺動けないしな、くそー、なんでそんな目に遭わなきゃいけないんだ、眠らされている、おはようございます、寝起きドッキリして差し上げますから、そろそろお目覚めの時間です、頼むから起きてください、ラッキーバーガー、イエーイイエーイ、お金だけは入ってくるんですよ。でも違うんですよ。お金よりも土地に投資をして、もっと現地の人たちにたくさんの幸せと感動と働きを私は差し上げたいんです。なぜ皆さん、はぁ、なんでお前ばっかりそんないい目にやってんだよ。どっか飛んでけよ。折り返せ折り返せ。バイバイさよなら、グッバイ。でも結局6マスなんだよな。結局6なんだよな。あんま意味ないんだよな。俺何ターン寝るんだろう、これ。なんかあの、なんかもうあの、今年に関しては一切起きないまま終わりそうな気がする。こういうことが起こるから嫌なんだよな。本当にもう。かさ、あの、お金が減ってくとか物件が飛ばされるとかだったらさ、まだ面白いけどさ、冬眠ってマジで一番、あの、見どころも面白みもないからクソなんだよね。ああ、もうちょっと、どんどん言葉が悪くなってるけどさ、あと何回聞くのよって飛んでけっちゅうの。これはい、もうなんかあの、1ヶ月前にも同じネタを見たぞ。はい。はい、はい、私の物件にまた飽きやがったよ、本当にもう。もうそんなことしてるうちにさ、どうせ取られるぞ。ああ、もう大好きね、本当お金大好きね、あなた。
お、え、え、あ、大して額じゃないな。4箱。1つ4つって、1つ4億ってことは12で寄せ。まだねんのか、スタッサムか、ちょっと、なんだ、一番つまんねえで終わったんじゃねえか。3ヶ月間眠りっぱなしか、どんだけ寝てんだ、お前、クマかヘビか、この野郎。くそー。わあ、全くもって絶賛つまんない14年目が終わっちゃいました。うわあ、45億書いて、最終的な順位400億くらい突破した。え、ギリ突破しねえんだな。本当に鈍足だな。ギリギリだな。そして容器減ってるし。はい、ということで、なんか一瞬減ってはいるんですけれども、はい、いい感じでどん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 進んでってますね。ということで、14年目、ほんとごめんなさい。眠らされてしまったがゆえにですね、私、個人のプレイについては、全くもって面白くない1年間を過ごしてしまったんですけれども、今回は以上とさせていただきます。ということで、また次回パートで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。では、また、バイバイ。